はい、こんにちは、レイです。というわけで、僕のこのレイブログ、今回から新兵器を投入します。ということで、届きました。これが何かというと、今回はこのチョコ焼きそばをインプレイします。カシオのエクシリム EXFR100 です。偶然にも黄色です。やっぱね、新しい機械っていい匂いがする。はい、今回僕が、もうここでね、答え出ちゃうけどね、これね、どういうものかっていう、このカメラ面白いんですよ、これ。こっちがこれで、こっちが、これね、これ不思議じゃない？なんで2つに分かれてるのか、これ不思議でしょ？後で見せますからね、これ。箱これ置いとこう。このね、後ろのこのデザインがかわいい。いいね、これね。さあ、開けていきましょう。あ、かわいい、かわいらしい。これと、もう一つ。どうこれ、不思議じゃないこれ。二つに分かれてるの、これ。これどう使うか分かる、これ。ここ、刺してくっつけます。こういうことです。はい、どうでしょう。今回買ったカメラはこういうものなんですね。これね、何がいいかと言いますと、このレンズの部分とこのディスプレイをモニターの部分が切り離して使うことができるんですね。つまりね、こっちのカメラのレンズの方をこういうふうに持って自撮りするときに、このディスプレイでそれどう映ってるのかを見れるんですよ。しかもこっちでシャッターを切ることもできるし、こっちで切ることもできるんですよ。ということで、またこれをですね、一通り使ってみて、どういう素材が撮れたのか、またお見せしたいと思います。はい、食い気味に作例を紹介してまいります。これはですね、純正 で実はいろんなオプションアイテムがあって、その中の一つ、これ、自撮り棒のようなものなんですが、この先端にですね、レンズ部分くっつけて、手元にディスプレイの部分つけたりできるんですね。で、ムービーがこんな感じで、写真がこんな感じで、広角レンズなんですが、広角すぎないのが一ついいところですね。これ手持ちでレンズ持ってるんだけど、違和感がそんなにないはず。で、これ下からね、やっぱりこうやって下からのアングルとか、いろんなアングル撮れるのいいですね。で、ただ広角なんで真ん中がピタッとくるけど端は伸びる、こんな感じになります。でね、色がね、これ全部、ホワイトバランスオート、そして ISO 感度もオートにしてます。でもね、あんなに小さいカメラでね、こんなにパキッとしっかり出るっていうのがいいですね。で、アクションカメラで写真がきちんと撮れるもの、実は他にあんまりないんですよね。こんな風に本当に小さなもので、ちょっと雰囲気のある広角で面白いのを撮れるというのはいいですね。こうバイクがビヨンドでワープしてるみたいですけど、広角すぎないっていうのが肝ですね。これはね、焼肉の網ですね、これは。で、写真の他にそういう動画機能があるということで、この間ヤマハのマジェスティ S を走らせて、その姿をね、こういう風に、撮ってみてるんですが、これはクリップでね、グローブの袖口のところに止めてるんですよね。で、レンズとディスプレイを切り離せるからこそ、こういうことが気軽にできるっていうのがまたいいと思います。これね、つま先の靴紐のところに止めてるので、広角すぎないでしょこれ。いやー、使い勝手がいいね。ということで、これからもどんどん使っていきます。